おはよう、リンリ君。いや、まさに今この状況が大丈夫じゃないんですが。前回全く出番がなかったからに決まってるでしょ。それぜ起きたんだ、キキ君。先輩、何を、うわっ、止めてかと。ああ。で、何があったの？あなたと沢村さんがどうしてそういう状況になったのかは。さ、話